さあ始まりましたバズゲートミュージックブルミエンターテインメントの諸崎です。よろしくお願いします。そしてもう板付きで、おられますが、前回に引き続きゲストとして矢沢壮太くんをお迎えしてます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。壮太でーす。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あの前回はお仕事の、はいはい、壮太がやっているようなそのサポートの仕事だったりとか、うん、あとはコミュニティの話とかを、いろいろしてもらったんだけど、今回は、もうちょっとこうディープな世界にちょっとお連れしたいなと思って、はい、皆さんもうだから機材興味ない人はここでもう戻るで戻るでね。そうで今壮太も言ってくれたんだけど、あの機材、壮太って結構機材とかすげえ詳しくて、俺もいろいろ教えてもらったりするぐらい、すごいマニアックなぐらい機材がすごい好きで、まあ、歌っていうところに、紐づいてくる楽器としてはやっぱアコギっていうのが壮太の語る上で結構もう外せないような楽器になってきてるのかなと思って、気づいたらなってましたね。壮太のアコギについてのこだわりだったりとか、はい、あの考えてることだったりっていうのをちょっと今回は、うん、あの前回もすごいあの好評だったので、引き続きあの楽しんでもらえるような、はい、話になると思うので、はいはい、よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、ただね、機材についてはね、あのあくまで個人の見解ですっていうのをちょっと出しといてほしいんですよ。そうね、矢沢壮太としてはあくまで個人の、そう思いますね、見解ですとか、まあ、僕がこうやってますっていうのは言いますけど、うん、ちょっとそういうの違うんじゃないですかみたいなのはちょっとあの、うん、別の受け付けてない、別のところでやっていただいて。そうね、はい、アコギとか持ってきてもらったりとかして、ちょっといろいろ持ってきましたけど、うん、ちょっとその音とかもいろいろ聞きながら壮太のこだわりだったりをあのインタビューしていこうと思ってるので、はい、よろしくお願いします。はい、はい、ということで、はい、いろいろちょっと聞いていきたいんだけど、はい、まずはその機材っていうものになんかこうハマり出したきっかけみたいなところが聞けたらいいなと思うんだけど、いつぐらいからどんな感じでハマってたの？いやでも最初から結構好きだったかな。そうね、機械いじる好きだったもんね。うん、だからエフェクターをいっぱい並べてる人を見てかっこいいなって思ったっていうのが、うん、多分一番初めじゃないかなと思うんだよね。いつぐらい？いやだからその始めたばっかりの時だと思うけど、ライブハウス出始めぐらいの？いや出てる前、あのそのさ、サークル？サークルとかでその姉貴のね、あとサークルとかで見た時に、うん、なんかいっぱい機械並んでてかっこいいとか、まあさ姉貴とかそのバンドの人たちが彼はああいう風に並べててかっこいいみたいな、うん、おやっぱそういうのかっこいいんだなっていう風になってったっていうのが大きかったし、うん、やっぱ踏んで音が変わるっていうのはすごい魅力的だったよね、うん、なんていうか結構いろいろこだわってなんか調べたりとかもしてたもんね。そう、まあ、好きなんだね。だから調べるのが好きっていうよりは好きなことを知りたいだけなんだなっていう感じだから、なんか詳しくならなきゃっていうふうには全く思ってないけど、うん、詳しい人だ、僕より詳しい人はこの世に死ぬほどいるけど、うん、その話を聞くとあかっこいいなって思っちゃうから、俺もああなりたいみたいになっていくよね。本当はあのプレイが上手い人に憧れるよって話なんだけど。でもそういう人もいるだろうね。まあ、まあもちろんね、だからそういう、もちろん最近はねプレイの方にもちろん行くんだけど、うんうん、元はそうだったね。そういうのかっこいいな。やっぱエフェクターとかからなんか興味が出てきた感じだな、そう聞くと。まあそうだね。でギターはさ、なんとかなると思ってたんだよ、うん、その時は、うん、始めたばっかりの時ね、うん、でもだんだん時が経つにつれて、そのライブハウスとかでちょっと強いねバンドさんとかと対話すると、うんうん、こんなギター俺の手から出てないっていう風に見たりとかして、何が起きてるのかなっていう風にやっぱ気になって足元を見ると、実はそんなに並んでなかったりとかっていうのがあったり、まあもうガシャーって並んでる人もいたけど、まあ往々にしてシンプルな人の方がやっぱいい音出てんなって僕は思ったんだよね。なるほどなるほどね。でやっぱりなんでそうなってんのかなっていうのをやっぱり先輩とかに聞くと、うん、いやもう完全にギターじゃないのという話になって、うん、ほうギターってこれじゃダメなのか、俺はこのギター信じていいと思ってたけどみたいなね、うん、だけどやっぱりプロとしてやっていくんだったら、やっぱそのいいギターを買わなきゃ、うん、いやだって先輩木ですよと、うん、ただの木じゃないですかと、どれでも一緒でしょって思ったら全然違うよって言われて、うん、何が違うんだということで、まあ、佐久間さんに会ったりとかね、うん、した時に、うん、ああやっぱギターって全然違うんだなみたいな風に思い始めたのが最初かな、うん、そのギターの方に行くようになったのは。だそれになってったら足元もどんどん簡素化が進んでって、うん、そうだね、前期アッチンとかだとブルースラバー2個とかってやってたからね。そうだったね、うん、なんか俺が覚えてるのは、はいはい、なんかフェイザーにこだわってた時あったよね。フェイザー好きでした ね、今でも好きですよフェイザー、ね、なんかあったよね。あったあったあった、ムーグ、あーそうだそうムーグだ、ムーグのフェイザーだったりとか、うん、あとどうだろう TC エレクトの昔の、うん、フェイザーとかねすごい良くて、うん、あとスモールストーンとかね、うん、もう多分ほとんど離脱してると思うけど、ね、そういうフェーザーのヴィンテージのやつとかね、うん、やっぱ踏むといいな、でも高いな買えないなとか言って、でもまあ頑張って1個
ムーブの買ったっすけど、ね、最初さやっぱりそのギターとか始めた人とか、うん、始めたての人とかはさ、うん、あのボスとかのさ、はいはいはい、あのコンパクトエフェクターのところにほぼ全部揃ってるじゃん、はいはい、あの基本的なエフェクターっていうところ、まあ、値段もね優しいですから、うん、だからまあ始めてない、大体俺たちの当時で言うと7000円とかさ、うん、それぐらいで手に入ってたじゃん。そうだね。でまあ最初歪ませたいからじゃあオーバードライブ買おうかとか、うん、でディストーションとオーバードライブって何が違うのかなとかさ、いろいろやったりとかする。あとやっぱり空間系の方に行って、はいはい、まあ、コーラス持ってる人は結構多かったなっていう、ね、コーラスね C1 持ってる人多かったな、そうそう多かったなっていう感じだけどさ、そこからそのソー俺が見てるソータは、はいはい、やっぱフェイザーっていう音が多分すげえ好きだったんだと思うね。好きだったね。でそっからなのよ、うん、俺の印象としてソータがすげえその機材にハマってったなっていうか、はい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 、俺たちがやっぱりまだその時は人から勧められたものとかをそのまま信じて買ってたっていうぐらいのレベルだったんだけど、その当時ソータだけちょっと頭一個抜けてて、まあまあ好きだったね、そうやっぱりね。で特に印象残ってるのがそのフェイザーのことを嬉しそうに喋ってて、はいはいはい、これはサモロガンとかって言ってたのが印象に残ってて、まあまあゴヒューって言うだけなんだけどね単純に言うとね、ヒューンっていうだけなんだけど、なんかどっかそのムーグかなんかに行ったこともあったよね。あ、ムーグっていうかあの代理店さんが、ね、さんいたんで、そうかそうか、そこに直接行って、うん、ムーグ欲しいですって言って、ね、まあ、半額ぐらいで譲ってもらった、うん、言ってもらってたよね、ような気がするっすけどね。まあゴヒューっていうだけなんですけど、ね、結局のとこ結局それだけなんですけど、でもなんかそこがすごく俺は印象に残ってて、はいはい、機材に対するこだわりみたいなのが頭一個抜けてて、うん、ソータの教えてもらうことだったり、はいはいはい、指示してもらうことが増えてきたなみたいな、まあまあまあそうだね、うん、モル君は逆にあの機材興味なさすぎてそのなんかシールド100円ショップでいいみたいなこと言ってたからこいつやべえなと思って、とりあえずあの黙ってお金だけ用意してくださいみたいな感じで準備してたような気がするね、うん、そうだね、はい、結構あの金額だけを言われて頼むと、これだけ用意してくれないかとなんで俺が頼まなきゃいけないのかなと思ったけど、ね、今でもなんか拾ったケーブルみたいなってやってるからこれはいかがのものかみたいなね。本当ね、だってライブ始めた頃なんて弦切れたかなんかでさ、うん、ソータにチューニングしてもらったもんね、ライブ中に。そうだね。あの、まあ、僕 MC がねその時喋れなかったから、うん、で絶対音感とかがあったとかっていうところもあったよね。あったし、まあまあ、そのギターをね自分で作ったこともあるし、あ、そうだね、作ったっていう方でね、その木から切ってとかじゃなくて、うん、全部塗装剥がしてハンダ付けしてみたいな、うん、やった時期もあったから、まあ、好きなんだよね結局ね。そうだね、結構だからそっからまあ佐久間さんとかと会ったりとかして、なんかギター作ったりもらったりだとか、うんうん、でそこもただこういうのがいい、ああいうのがいいとか素材とかさ、うん、そんなところで言い始めたなと思ってて、だから初のフルアルバム作ってたぐらいアーチの時に、はいはいはい、そのぐらいからなんかすごいいろいろ聞いてたりとか調べたりとかしてたよね。やっぱ好きだったんだな。やっぱ最初のさ、何をかっこいいと思うかがずっと続いてたんだろうなっていう感覚は強いかな、うん、なるほどね。やっぱ足元にずらっと並んでるのかっこいいじゃんってやっぱ思ってたけど、うん、最終的に歌が忙しすぎてそんな踏めないし、でもただ並んでるだけみたいな、だから最終的にはトラブルの元なんだけどさ、まあね、音が出なくなっちゃう元だから、うん、あの必要最低限でいいなっていうふうにはだんだん変わっていくんだけど、うん、そうね、やっぱ並んでるものを使いこなしてる人かっこいいみたいな。なるほど。でも、うん、まあ、俺はその大雑把なやつだから、うん、そのちょこちょこ踏み替える意味がよく分かんなかったの、うん、最終的に自分で踏み替えてみたりとかしたんだけど、うん、俺踏んでも一緒じゃねみたいな感じだったから、うん、まあ、一緒じゃないんですよ。後でそれは一緒じゃないってことで気づくんですけど、当時は別によくねみたいになってきちゃって、うん、でアンプ直とかでできる方向性を模索していって、だって感じかな。あ、なるほどな、はい、だんだん機材めっちゃ少ない時期とかあったから。そうだよね、うん、それはさ結構エレキとか、うん、結局まあなんだろうね、歪みベースのところの機材っていうところで、うん、エレキに刺すものだったりしたじゃん、うん、でそれがなんかアコギにこう移行していくきっかけというか、うん、はいはい、そういうのは何だったの、はいはい、いや全然そのもともとはやっぱりエレキの人なんでね、うん、今でもやっぱりエレキ弾きだなって自分で思ったりするけど、うん、まあやっぱりエレキを弾く仕事だったんですよ、うん、ずっとね。バックナンバーでもエレキを弾いて、うんうん、リード頑張って弾いてっていう時期があったんですけど、まあ、やっぱり限界が来るわけですよ、うん、もうこうやりながらこうだから、うん、ちょっともう脳みそが4つないと無理ですみたいになって、うん、でチーム的にももう少しその CD に入れる音が増えていって、うん、でもやっぱ3ピースバンドだからね、別にベイドラギターでできるんだけど、うん、それをもう少しもっとよく聴かせたいっていう、うん、
彼らの考えがあって、うん、じゃあギターをもう一人入れた音が良くてアコギを入れるとこうなって鍵盤が入れるとこうなってってどんどん増えていくじゃないですか、うんうん、でその時にアコギが結構、ね、中心に座ってたというかほとんどの CD で鳴るようになってきたという流れがあって、うんうん、じゃあアコギをもうここは思い切ってバッキングを任せちゃって、うん、でリードはもう誰か違う人に弾いてもらってっていう風に分担しようと、うんいうことになったんですよ。そっから買い始めたって感じ。そうですね。最初はだから借り物のやつをぐちゃぐちゃに引いて、うん、すまんって言ってたけど、うんうん、ここボロボロになっちゃったごめん引きすぎて引きすぎて乱暴に引きすぎちゃって引き方分かんなかったね。一番最初に買ったアコギは何だ。一番最初に買ったのはマーチンの D35 という、うんうんギターを買いました。どんななりな感じなの。フォークですね。もうフォークギター。もう完全にフォークギター。もうそれで中島みゆきとかだったらいいよっていうような、まあ中島みゆきさんはヤマハだけど、うん、ああいう時に生まれたギターなんだけど、フォーク仕様のアコギを、うん、バックナンバーってそうだなフォークっぽいなって多分当時は思ってたから。あそういう考えを持っていろいろ探してたんだ。今あれだけど親しい楽器屋さんいろいろいるけど、うん、その時の親しいギター屋さん聞いたら、うん、D28 はそのブルーグラスガシャ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 みたいな、うん、まあ要はブルースだよね、うん、そういうのに向いてるギターだよって言われて、うん、で D35 はあのグレードが上がってるんじゃなくて、うん、フォーク歌に寄り添えるギターだよ、うん、ほんま本物なるほどみたいな、まあでもいいね。そう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 。でまあ、日本のねミュージックシーンでやっぱり昔の D28、D18 っていうのがやっぱりそのアコースティックギターといえばみたいなね、うん、いわゆる平均的なにいろんな方が使ってる有名なギターがあるんですけど、うん、そうじゃないんじゃないかなってちょっと悪い癖でね、その天の弱で、ね、そう D35 でいいんじゃないかなと思って、うん、まあ、それは最初に買いましたね。だからやっぱその合うというかこういう、うん、だからバックナンバーとかねこういうのが合うんじゃねえかみたいな何かと自分なりに考えてやっていって買ってって、でまだそこまでみんなが実際揃ってない段階、うんうん、模索中だったんだね。だった時にそれ持ってった時に、うん、そうだみたいな、やっぱ音がバチンって出るからやっぱ今までのねギターとか比べると、うん、そうですみたいになって、うん、でピックアップもさ変えたりとかして、うんうんうん、なで一番いいやつとりあえず入れますっつって、うん、でそれをずっと使ってるんだけど、はあなるほどね。背伸びしまくって買ってそうだって言われて、あこれでよかったのかみたいな、うん、そこから旅が始まったってことですね。なるほどね。実際さ、はい、今何本持ってるの？アコギは。ちょっと待って。うん、今でしょ？今、now。だから買ったのは全部9本かな。うん、9本？さっきちょっと数えてたけど、うん、買ったのはどうやら9らしい。わかんない。あ、そう。多分9か10じゃない。いや、すげえな。忘れてんのは全部キャラ違うんでしょ？全部違うよ。そうなんだね。焦ってんのも結構あると思う。なるほどね。ちょっとその中からさ、はい、今日はあの3本、はい、ちょっと持ってきてもらったんで、分かりやすい3本、まあ、実際そうあのちょっと音もね、あの実際に差とかさ、はい、なんかそうとはこれはこういう音みたいな感じでちょっと説明してもらえるとすごい嬉しいなと思うから、ちょっと中編ではねそのソータが持ってきてくれたその3本についていろいろこんな楽器とか、だから実際に音もねあの聞いてもらったりとか、ほーそうさんだからそんなお金どんどん使っちゃうんだみたいなふうに思ってもらえるんじゃないかなっていう、この人バカなのかなって多分みんな思って、なんどんどん、まあ、外から見たら一緒じゃんみたいな感じなんですけど、違うんですよっていうことをちょっとお話ししたいなと。分かった。ちょっとじゃあそれはちょっと中編の方 で、はい、いろいろお話ししてもらうと思ってるので、はい、引き続きよろしくお願いします。お願いします。はい、買ってきたって急に言ってたんで、使っていいよみたいな感じだったから、うん、なんで買ってきたんだろうなと思ったんだけどどんな感じの鳴りなの。まあ、シンプルにカシャカシャですね。カシャカシャなんだ。カシャカシャです。はー